命を守る防災情報をシリーズでお伝えしている防災スイッチオン富山、番組ナビゲーターのケーブルテレビ富山鈴木由美です。今回のテーマはこちら、あなたの町の災害リスクは。お住まいの地域にはどんな災害のリスクが潜んでいるのか考えたことはありますか？それではあなたの防災スイッチオン。富山市を流れる松川べり。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。今回待ち合わせをしていたのは県防災士会事務局長の上田志保さんです。平日は会社員、プライベートでは防災士として活躍する上田さん。防災講座などを通して情報の発信をしています。今回は富山市中心部松川周辺の災害リスクについて上田さんと考えます。地域を知ることが手始めの一歩なんですね。ですから自分のお住まいの地域ってどういう地形からなってる、成り立ってるのかって知るのもすごく重要なことだと思います。住んでいる地域にどんなリスクが潜んでいるのか、上田さんが参考にしているのがこちらの古い地図。安野屋という地名、それから磯部という地名、船橋という地名は読み取れることができます。本当ですね。今のその市街地のところを蛇行するように神通川の本流が流れていたっていう。そうですね、まさにその通りです。神通川も氾濫を繰り返していましたので、明治34年の時の工事で今のまっすぐの神通川に変えていって、その名残もこの松川として残してあるわけですね。まさに神通川の川底というか川が流れたところになります。古い地図などで現在の土地がどのような成り立ちなのかを知ることが災害リスクを見つけるヒントになるんです。専門家によると、過去に川だったところは大雨の際の洪水や浸水、地震の際の液状化のリスクが高いといいます。さらに川沿いを歩いていると、当時の神通川の名残を感じるものが。お、ここに灯籠ですかね。常夜灯がありますよね。常夜灯って書いてありますね、はい、江戸時代、神通川には小舟をつないで上に板を渡した橋、船橋が架けられていました。川の両岸の橋のたもとにはこの常夜灯が置かれ、安全のため明かりが灯されていたといいます。では行ってきます。反対岸にも常夜灯があるということで、昔の神通川を感じながら歩いてみることにしました。でも本当今だと民家がたくさん立ち並んでいて、この辺がずっともう神通川の 川底に回られてるのと一緒で。そうですね。あ、見えてきましたね。あ、見えてきましたね。ありました、ありました。これだということは、さっきのところからここまでが、この川であったということですよね。はい、この辺りまでが、はい、すごい川幅ですね。そうですよね。へえ。右岸の常夜灯から歩いて3分ほど、住宅街を進んでいくと左岸にあったと伝わる常夜灯が残っていました。あそこからここまでずっと神通川だったのが、これが昔の面影を伝えているぐらいの、全部埋め立ててしまったわけですから、普段のこの風景からでは想像がなかなかできないですもんね、はい、歩いてみてちょっとなんか土地の成り立ちっていうのが分かったような気がします、はい、このエリアってのは結構神通川が氾濫した場合はですね、意外と水流とそれから深さが深くなる恐れがありますので、そういう意味では早め早めのアクションが必要なエリアということになります。そしてこの日、松川周辺にある安野屋地区で上田さんが講師を務める防災講座が行われました。
まず上田さんは富山平野は扇状地であることなどから内水氾濫や洪水など河川災害のリスクが高いことを伝えました。河川が蛇行しながら土砂を撒き散らしながら作った氾濫平野です。ですから皆さんがお住まいになっているところは氾濫平野か埋め立てした後か、そういうところにお住まいになっているということになります。やはりこの地区というのは歴史的に見ても洪水とは切っては切り離せない地区にあるということになります。その上で水害はある程度事前に予測ができる災害だとしてハザードマップを確認する、事前に避難計画を決めておくなど備えのポイントを紹介していました。この中で安野谷地区のハザードマップを見てみると、最大想定では氾濫した川からの激しい水の流れで木造家屋が流されたり壊れたりする恐れがある区域に指定されていて、早期の立ち退きが必要なエリアです。こうした土地の特性を踏まえて命を守るために早めの避難行動を取ってほしいと訴えました。氾濫の危険区域に指定されていますので、いざ神通川の堤防が決壊してしまうと家が流される恐れのある地区に住まれているので、なおら2階に上がるから大丈夫という概念は通用しないと思っておいてください。うちに留まっておいてもうちを守ることできないんですから、だからもう早めに積める財産を車に積んで早めに避難してしまうというのは財産の損失も命も守る対策になります。加えて呉葉山断層帯による地震のリスクについても触れ、地震のように突発的に起きる災害については非常用持ち出し品の準備や耐震の見直し、家具の固定など事前に危険を回避しておくことが命を守ることにつながると説明しました。参加した人たちは災害リスクにどう備え対応を取ればよいのかを確認していました。やっぱりとにかく逃げなくちゃ、地震であろうが水害であろうが逃げなくちゃっていうふうな感覚を強く持ちました。この地域が非常に危ない地域にあるということを確認しましたので、今まで以上に気をつけながら、またいろいろと体験したり避難訓練をすることが必要じゃないかなということを強く感じました。安全で安心して暮らしていただけるようなやり方を模索しておるところなんです。少しでも被害が少なく、そしてまた人的被害も少なく、そしてまたそういった方向で私らもできる限りやっぱり皆さん方に声をかけていきたいというふうに思っております。富山がどうやってできたかということを考えますと、山に起因する災害、それから平野に起因する災害、海に起因する災害、それぞれを気をつけなければいけなくなります。ですからそのそれぞれの地域に応じてハザードマップをご覧いただいて、自分の住んでいる場所がどのような災害リスクを持った場所なのかということを知っておくということは非常に重要だと思います。